さあ、改編を始めよう。あらゆる誘いを断って、サラのいる方へ向かって。本当に来た。シャオの言う通り、ドンピシャね。そうかい、あんたが選ばれたのか。奇遇というか、なんというか。無駄話は後、未来の私にしかわからない話もする気はないわ。それより急がないと間に合わなくなっちゃうから。何をするのかって愚問ね。あなたはここに歴史を変えに来たんでしょ。私をこれだけ自由に振り回すんだ。これから何をするのかぐらいそろそろ説明してもらうよ。そう言われても、私もシャオから一方的に命令されただけ。あそこにいれば増援が来るって。きっとあなただってシャオからお願いされただけでしょ。何かをしてほしいって。その何かがわからないけど、少しばかりタイミングが遅くないかい。この強力なダーカー反応からして、ダークファルスの封印自体はすでに解けちゃってるよ。その封印自体は解かれなきゃいけないものなんだって。そうじゃないとルーサーが表舞台に出てこない。必要な段取りなんだってさ。こういうことは先に言っておきなさい、このバカ将。あんたには思いやりが足らないのよ。なんですって、頭が足りてないのを人のせいにするな。言うじゃない、あんた。はあ、さて、通信で喧嘩を始めちゃったサラは放っておいて、あんたはどう思う？ダークファルスの復活を止めるのが目的でないのだとしたら、私たちに課せられた目的は。撃破とは大きく出たね。でもまあ、確かにこの反応、数値的にはまだまだ弱い。今なら、あるいはなんとかなるかな。やってみる価値はあるか。まあ、目的がヤッコさんの撃破だろうが、抗戦中のアークス救出だろうが、急がないといけないね。ほら、サラ、いつまで通信で喧嘩してるんだ。いい加減にしな。急ぐよ。はい。怒られちゃったじゃない、バカショー。くそ、ふざけた強さしやがって。どうした、もう終わりか。脆弱なるワークス、我をもっと楽しませろ。貴様ならば楽しませてくれるのだ。この体がそう言っている。そいつは買いかぶりってもんだな。今の俺に
そこまでの力はねえよ。嬉しいな。なぜ貴様一人がおとりになるような真似をした。光でも光線を続けていれば、あるいは一死報いることもあっただろう。冗談言うなって。こんな支援じみた戦いに他人を巻き込めるもんかよ。ならばその石ごとこの場で砕け散るがいい。You measure, call,
演武ラビレス。切らすなんてだらしないね。さ、鍛え方が足りないよ。うるさいバカマリア。自分が企画外だってこと、いい加減理解しなさい。それよりラビリス使って大丈夫だったの？おや、心配してくれるのかい？別に体は心配してない。創世記の方、ああダメだ。10年ぶりにジグに頭下げに行くしかないか。悪いな、助けに来てもらっちまって。あんだけ威勢よく見栄を切ったのに、情けないったらありゃしねえ。一人で戦って生き延びてること自体が奇跡だよ。ゼノボ、あんた本当に悪運強いね。その呼び方やめろって。あれさ、まあ最初はカスラさんもいたからな。途中でジリジリになっちまったが、あっちもうまく生き残ってるだろう。カスラが一緒だ。そうかい。そうなるとこの状況はルーサーにも筒抜けか。いや、逆にチャンスなのか。向こう側はゼノボーが死んだと思っているはず。思わぬ拾い物だね、これは。いや、これこそが目的なのかな。ここにお前さんがいるってことは、エコーやあの嬢ちゃんは無事なんだな。それだけはなんとか守れたか。エルダーは尋常じゃなかった。しかもあれでもまだ全然力を発揮しきれてないんだろう。このままじゃダメだ。このままじゃ俺は誰も守れなくなっちまう。そりゃそうだろうね。そんな道楽じみたハンターを続けている限り、あんたには無理だよ。だけど、そういうバカ正直に意志を貫くやつ、私は好きだ。だからゼノボ、私があんたを鍛え直してやる。守りたいものを守れるようにね。いいのか、姉さん。もちろん貸しにするんだよ。
エルダーも止められなかったし、こっちにも思惑があるってことさ。サラ、シャオの許可は？もとよりそのつもりだった。手間が省けて助かる。だってさ、サラとは大違いで、シャオ、最後の悪口いらないでしょ。そのありがとな。迷惑ついでに一つお願いだ。俺が無事ってことはエコーには内緒にしておいてくれ。その方があいつにとってもいい薬になると思うんだ。大丈夫、いろいろとけじめをつけてきちんと戻る。戻るから。だからそれまであいつのことをよろしく頼むわ。元気でやってるってまるで見てきたようなことを言うんだな、お前さん。この恩は忘れねえ。必ず返しに行くからな。それまで無事で頑張れよ。やめないかしよう。無駄な行為は君に似合わないよ。オラクルもアークスも全て僕の手の内にあるんだし、それに君自身だって。この世に無駄なことなどないと私に説いたのは人だ。そこから私たちは始まった。まあいいけどね。イレギュラーはあればあるほど面白い。過程を楽しむ、それこそ長い時を生きる者の楽しみであり特権だからさ。いろいろと動いてるみたいだね。方々から報告は聞いているよ。邪魔はしないさ。好きにするといい。その方が退屈しないし面白い。長い長い人生には刺激が必要だね。君たちもそう思うだろう。ルーサーはすでに人ではない。しかし人であることを忘れてもいない。物事を楽しみすぎる。もともとは人であったがゆえに退屈を何よりも恐れている。それが強さでもあり弱さでもある。つけ込むべきはそこだろう。私ならばそう動くはず。私たちもそう考えている。だから間違いはないはずだ。あなたは信じて進むといい。目指した先に道は生まれる。皆が望んだ新しい道が